ゆうのややさん、おはこんです。カブさん、ギリシャで週 6, 6労働法を導入したそうです。世界的には週4労働にしようという流れの中で逆行しているという批判も多いみたいです。日本でも週 4, 企業の週4労働の企業と変わりますけど、大体は週5労働が多いですね。週4労働にするのは最近の世界の流れみたいです。 でも、収録労働は嫌ですね。えー、ベルギーはどうですか、えー、集合の人が多いかなと思います。ギリシャで収録労働。なんかこのコメントね、ちょっと運命かもしれませんね。なぜかっていうのは、はい、そのうちわかる可能性がありますね。うん、よりによってギリシャっていうね、うん。 さんあの台風やりはかなり強い台風になって、えー、中国の方に直撃するそうです。あと台風12号は温帯低気圧に変わったそうです。日本は太平洋高気圧の勢いが強くて、えー、10月に入る頃になっても残暑が厳しいみたいですね。あと10月になる頃になって台風の発生しやすい状態が続くそうです。悲報ですねと,いう,ということですね。うーん 今年、ちょっと異常ですよ。あの、クジラの尾型にもなっちゃいますからね。うん。えー、かぶさん、日本に強いにカジノが来るみたいですよ。えー、令和12年の秋に開業の予定だそうで、大阪にできるらしいです。ますます外国人観光客が増えるそうですね。ということですね。はい、カジノ来るみたいです。うん。はい。えー、ももちゃんさんどうもです。 株、えー、君へ大阪の会社の話は、えー、来年の大阪万博、えー、関西万博が成功したという仮定の話です、えー。吉村知事は大阪万博で赤字になったらどうするのかの質問に問いに、まだ決めていないと答えました。えー、大阪万博の目玉として考えていた、空飛ぶ車の運行できるかわかんない、すべて人手不足、延期にした方が えとみんなが言っているのに聞く耳を持たない今年に入ってから大阪での市長選は維新は全員敗北しています、えー、お膝元の川内長野市でも、えー、敗北しています自治体の市長選大阪ではカジノの反対運動が起きています例の兵庫県の斎藤知事も維新の推薦なんで多分友倒れになると思いますはい ということであまりいい感じじゃないですね。うん。はい、えー空かでさんおはようございます。えー、今朝は曇っています。本日はクワの日です。えご、ー、ろ合わせからですということですね。はい、今日はクワと気温が26度で結構えー、涼しくなってきましたね。うん。